やるなら君の決めてら前は最近ね、この日本の国の情勢、おそらくこの5年間でね、驚くぐらいね進歩することもあるけど、逆に衰えていく国の情勢がね、そういう場面がこう両極端にね表現されると思います。だけど若い人たちはね、その現象、現状、これから厳しくなっていくんだっていう認識はね相当薄いような気がします。我々もね65歳になってんだけど、腹が減って寝れないとかね、寒くてねどうしようもないんだとかね、そこまでのね厳しさはなかった。だから今の人たちはね、若い人たちはね、そんな経験しているはずがないから実感ないと思うんだね。でもだけど相当厳しくなっていくと僕はね思います。大前なんだけどね、仕事でバリに行った時にね、女性の方なんだけど現地の人と結婚されてね、そのご主人は大きな旅行会社を経営されていて、すごい裕福な方でした。お家もねもうびっくりするぐらいねお城みたいな家だったんだけどね、その時にね多分小学校1年生か2年生ぐらいの男の子が一人いてね、その子にね日本の昔話をねいろいろするんだっていうお話されてました。それでね、アリとキリギリスの話をした時にね、今ね頑張って勉強しとかないと冬になったらねキリギリスみたいに大変なことになるよって、歌って踊って今を楽しんでいてもね、次の厳しい代に次の冬に向かってね今準備しとかないとねっていう話をしたそうです、アリさんのようにね。そうするとね、その子はね、お母さんってバリにはね冬は来ないし雪も降らないし、僕はね歌って踊って楽しんで生きていくんだって言ったそうです。その時もね面白いなって思いました。だけど先になってねその話をね思い出してね、これだよねって我々も含めてね今だからこそね将来を見据えてね厳しくなっていく冬の時代を感じてね、今できることは何なのかということを我々一人一人がね察知して具体的にどうしていくんだということを決めてね、日々今できることをね懸命にね進めていく、実行していくしかねないと思います。特に若い人はねなんとか普通にね働いていたら国が保障してくれるんだっていうことはねもうないと考えて、自分の身はね自分で守るんだっていうね意識を持ってほしいと思うし、我々年を重ねた者たちはね何とかしてね何としてもねそのことをね今の若い人たちに、国をさせていく人たちにね伝えていく、これはね我々の責任だと思うし、そういうことをね具体的に進めていけたいし、自分自身も
伝える場を作ってね、なんとか分かってほしいなって思って行動してます。これがもうなおね、その気持ちを強く持ってね、諦めず伝え続けていきたいし、逆に自分自身もこれからね、さらに挑戦していきたいなと思います。しかしみんながみんな厳しくなるわけじゃないんで、どの時代もね、結果を出して次の時代を作っていく、作ってきた先駆者はいると思うんで、一人一人はその意識を持ってね、未来を信じてこの日本の国をね、強く強いね国にしていかないとダメだなって強く思います。どうでしょうか。やるなら昨日決めたら、まよなら。